毎度、西成工事です。なんで再生数伸びてへんのかな思ったら国会中継やっとるから。はい、こっちは、みんなな、国会中継の方な、政治関心持ってくれる。わし、嬉しいわ。あしのどは、貯めてみてくれた。連発はしてるけどな、みんな別に慌てて足の動画見てくれることないで、俺 YouTube いつまでも残っとるからな。わしが消そうと思わへん限り YouTube っていうのは残っとるから。わし昨日下手打ってお前、自分のアルバムの写真から動画からみんな消してもらう。動画は消しとんねんけどな、YouTube に残ってええ動画は。プライベートな動画まで消えてまよった。ほんで、さっき言うてたみたいに、YouTube のちょっと話しようか。俺、言葉で喋ってる分までは、さすがの IT もな、よいよ見とれへん。まあ、その前ちょっとこの服変わった格好、な、服装が変わった話、さっきさしてもらうとこが、なんでやと思うんだかなんかな。俺は、部屋の温度がなくなってきたから。部屋の温度がぬくなってきたから。ほんで、いればせえへんのは昨日も言うたように、わしの口に合わんから。うん。で、まあ、さっき言うたみたいな。このあたさんクラスやんの。うん、YouTube の話しようか。YouTube の話しよう。まあ、これや。まあ、みんなこれ動画配信、YouTube の配信してる人は、一回ぐらいは見たことあると思うけどな。夢の話。希望の夢じゃないよ。希望の夢じゃなくて、寝てみる夢の話な。寝てる間に見る夢の話。頭の中で見る夢の話。私昨日な、一回目の注意勧告が来てな。厳重注意っていうメールが来て。ほんで、今回は厳重注意で済ませますが、次に不適切な言動、などなど、等々があれば、アカウントの停止をいたしますっていうメールが来るんやけど、あんまり派手なことやりすぎたら。あ、それが来る夢見てもて。えらいこっちゃ、これ。まさ夢にならんように、これ口に出して言うとくわ。まさ夢になったらかなんかなの。だから、まさ夢にならんように、だから口に出して言うとくわな。うん。あんまし長いのもいかんでな。かと言うて、短いの連発しても、お前、アホやしの。そんなこと誰でもできることやろ。誰でもできへんことやりたいからな、私は。何回も言うけど。次は YouTube 関係で話しようか。これほんまに言うたらな、また夢になってまうかわからんし。どうしよう。言おうか言わんとこか、どうしようか、ちゅうて考えてんねんけどな。考えるときにはこれやな、やっぱり。ネタを考えてるんじゃないで。これを言おうか言わんか、まあ言うてもつまらん話しかならんからな。うん。あ、それより早う。行くもんだ、届かへんかな。うん。なんとかメンバーズっていうやつにな、黒い猫のマークのな、なんとかメンバーズというのに入ってんねんけど、うん。今日、今、メール来て、今日の午後から配達予定って言って、メール来とった、うん。次はちょっと使い方考えてな、うん、使うわ。一本行ってもたらやっぱりさすがにな、注意書きはほんまよい読まなあかんわ。あ、なんでもそうやけどな、うん。薬とかな、薬言うたって危ない薬ちゃうで。薬局に売ってるような風邪薬とかな、うん、あんなんでもちゃんとな、やっぱり飲んだらええいうもんちゃうし、
育毛剤でもお前かぶったらええ言うもんちゃうんや。ほどほどやん。何でもかんでもな。まあこれネタ考えてね今あ。うまいことできとるやろ。な。これいこうか。よくしょっと。かなりハードやでこれは。わかる？くさび。くさび。ホームセンターで売ってんねんけど。これはもうほんまの大工さんしかわからんと思うわ。まあ、くさびっていう言葉自体はわかると思うんやけど、これ皿やねん。皿っちゅうか、これ2個入ってな。とな、200円ぐらいであんねんけど、まあこれ今、よう見たら、ええー、書いてあったから、あみんなもう、かねえ人は気付いてると思うねんけど。大工、木造の大工さんとかな。造作大工とか、あと、それは木工関係で金槌使う人、な、は知ってあると思うねんけど、これよう見て、この絵、よう見て、ここ、ここ。金槌ってな、ホームセンターで今売ってるけど、もうセットになってな、この鉄の部分と木の部分とセットになって売ってんねんけど、こうやって。ここの黒くなってんの。これが、これやんな。この黒くなってんの。これ。なんでかって言うたら、抜けるから。物叩くときに金槌ってこう振るやん。ちょっと今見たけど、金槌とな、あ、差し金と金槌は大工の魂っていう言葉ぐらい大事なもんなんや。俺大事にしすぎてどこへ直したか分からへんなっとんの、わしも。間抜けやの。大工の魂な、命な、差し金っちゅうのは。俺造作大工やっとる人間やったらみんなこの言葉知っとるけどな。これちょっと、一般の方にはすまない専門用語になってまいりますわ。差し金ってわかる？横が45センチ、縦が30センチ。30センチ3ミリを一尺で言うんや。な。で、一軒って言うたら、10円玉のあの、10軒ドアあるやろ。裏っ側か表っ側かわからんけど。な。あれ10軒ドアの、剣。剣、間って書くんけど、十剣道の剣。これは昔の呼び名やな。武、寸、尺、剣っていうのは。その剣や、十剣やんね。一剣が、メートルで換算したら、1818ミリを一剣っていうね。ほんで、差し金の話に戻るけど、この40センチ、いや、45センチや、せやから。な。5寸。ん？ちょっと待ってや。そうそう、5寸。ほんで、縦が30センチって言うたけど、目盛りは、一尺。ちょっと待ってや。足も。ぐーしゃく。一尺。ほんで、横が、一尺半。45センチな。一尺半や。実際のものの長さはもうちょっとあるね。余裕が、メモリで終わってもたらあかんから、メモリが書けるように、1センチ5ミリ。
これ五分、1センチ5ミリは五分になるね。な、下の方の一尺の方も五分追加されとんね。だから物あったらな、ようわかんねんけど、ちょっと物あれへん。ほんでそれには一応尺で、昔の差し金は全部尺で書いてあって、これはすごい万能にできとんねん。表面と裏面とあんねんか。で、階段をかけ作る親板、親板ってわかるかな？側板ってわかる？階段の側板。大工さんいてはったらな、わかると思うんやけど、側板つくときにな、階段かけるときにな、下書きして、その通りに飲みって、めんどくさいな。ややこしいな。やめようか、もうこの話。聞きたい？あ、もう11分になったからやめとくわ。次のシリーズで紹介するわ。いつやるかわからんけど。やりっぱなしのほったらかしやから。な、タイトル考えるのに時間かかんねん、これ。ほら、あなた、次の動画では今よ。あなたよかったらチャンネル登録もしてやってください。こんなこともやってます。大きに。西成浩二でした。